いこれやばいって。絶対ダメだよ。絶対ダメ。もっとやりづら。皆さんは誰に何を許可してほしいですか？はい、私は家族に家で下着姿でいることを許可してほしいです。はい。では森さんの交渉スタート。はい。まあ多分家族のマナーとして多分。そうなんです。まあ、お父さんと弟に、まあ、下着姿でいられたら困るよって言われるんですけど、うん、特にお父さんは、うん、なんかこう、絶対にお風呂上がりにパンツ一丁でいることは絶対ないんですよ。私のことを駅まで迎えに来るときも、今からどっか出かけるのみたいなぐらい、ちゃんとしてんだね。ちゃんとした格好で来るんですよ。だから、パパラッチが来るかもしれんからじゃない？そう、家にですか？いや、だから、その娘と写真撮られた時に、汚い格好してなあかんからって思ったからね。お父さんは、そう、お父さんは結構しっかりしてる、きっちりしてるタイプの人なんですけど、うん、別に、だってお父さんと弟が私の下着姿見て興奮するわけじゃないじゃないですか。だから見たくないからでしょ。うん、逆に、うん、いや、そうだよ、ね。え、汚いってことですか？いや、そういうこと、そういうこと。え、綺麗です、私、マチョビボディ。いや、そういえば、なんていうか、その、見たくないの、別に。いや、嫌じゃない。だってお父さんのパンツの姿見たい？あ、別に気にしないですよ。気にならないですよ。しっかりしててほしいんじゃないかな。あ、家でもしっかりしてないとやっぱ出てまうから。いざって時な。出てまいます。でも全然可愛い下着着ますよ。いや、そういうのもなんか女を見たくないんだよ、多分。あ、色っぽい姿見たくないっていう。うん、そう。女性として扱いたくないから、家族だから。子供として行ってほしい。嫌じゃない？だってお父さんがすげえ男出てるとこ見たら。おー、でもかっこいいですよ。お父さん、だってよく家で筋トレしてますもん。いや、その、他の女性とかに優しく声かけたりしてるとこ見たらなんかあって思わない？ああ、まあそれは確かに。その瞬間がやっぱ下着なんだよ。なるけど。そうなんですか？でも、そっか。まあ自己満で。私結構、アクセサリーとか服とか着るのも好きじゃないんですよ。だからもういいですよ、別に。今もですか、うん、いや、今はちょっと脱げないですけど。じゃあ無理だよ。いや、家族もじゃあ来てくださいよ。家族ですよ、だって。一緒ですよ。一緒じゃないですよ。家とここは一緒です。他人。家とここは一緒です。一緒じゃないです。確かに、これはね、ほんま出てまう可能性ありますからね。出てまう。出てまうが、その家の感じがね、ここに出てまう可能性が。心配になるからな。多分お父さんからしたらもう汚いんじゃない？いや、汚くて聞いてみますね。そうだと思うよ。言ってみた方がいいよ。何があかんかを聞いてね。うん、聞いときます、じゃあ。お父さん、何が気になるんだよ。何がないもん。いや、何もない。ちょっとありますよ。ちょっともうないですよ。いや、あります。谷間がある人は谷間があるんですよ。そうか、谷間はちょっとって言わないんです。うさありますよね。はい、はい、森さんありがとうございました。